日本鹿児島県日置市移住院長範、群れ移住院長範群れは、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡移住院号範群れ村、日置郡中移住院村大技範群れ、日置郡移住院長大技範、群れ。郵便番号は899-2522。人口は686人、世帯数は241世帯。日置市の中央部。 大川の上流域に位置している。阿井駅の北方には移住院長大田、南方には移住院長古城、東方には移住院長下矢口、西方には日吉町、吉都市、日吉町日沖がそれぞれ接している。阿井駅の全域が海抜140メートル程度の大地にあり、北西部にわずかに電磁がある他は畑作を行っている。西部には 日置市立藩群れ小学校があり、小学校周辺に集落が多く所在している。阿佐駅の北部を東西に、鹿児島県道37号移住院日吉線が通っており、中央部をほぼ南北に日置広域濃度が通っている。飯群れは大地上にあり、霧が多く出るなど、茶の栽培に適しており、周辺の鯉の原、古城と共に多く、鹿児島茶が生産されている。 飯シムという地名は、鎌倉時代より見え、薩摩国移住院のうちであった。研究8年の薩摩国図伝町には、移住院のうちとして、飯シム山町満徳とある。江戸時代には、薩摩国非沖軍移住院里のうちであり、村高は、天明8年の、有所祭戦町では421国余り、天保豪町では768国余り、 急行給料取調べ庁では425国余りであった。当地は大地上にあるため水理にとしく住民は困窮した生活を明治期まで強いられたとされる。1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、それまでの飯村村は注意住院村の大技、飯村となり、1922年に注意住院村が調整施行し、 移住委院長の大技となった。2005年5月1日に移住委院長が日置郡吹上町、東市市町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された法定合併協議会である日置中央合併協議会において大技なについては字の区域は原稿通りとし、原稿の字の名称の前に、 当該時の属する合併前の町の名称を付し、地の名称を変更する。と協定され、旧町名である移住員長を従前の大技なである飯群れに関することとなった。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の告示である地の名称の変更が鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、 大技名が、飯群れから、日置市の大技、移住委員長半群れに解消された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。